脂肪肝、も、脂肪肝、も、脂肪肝,肝とは、肝臓に中性脂肪が異常に蓄積した状態のことを指す。組織標本にした場合は、肝細胞内に脂肪空法が見られる。要約すれば、何らかの理由によって、脂肪代謝の処理が追いつかない状況に陥ったため、肝細胞の中に脂肪が湯滴のように溜まって、肝細胞が膨れている状態である。 正常な肝臓においても、質重量で5%程度の脂肪を持っているが、30%以上の脂質、主に中性脂肪が過剰に蓄積している状態である。ボディマッシ数、BMI30 以上の人は、ほとんどが脂肪肝元の報告もある。稀に疲労や腹部の軽い不快感を感じることがあるが、特徴的な自覚症状はなく、 ひひま者でも長時間障害の単なる合併症とし、捉えられていた上に、肝硬変などとは異なり未だ肝臓は、化学的な状態であるため、医師の関心が低く、臨床的に軽視され臨床研究や対策が、不十分と指摘されている。課長やカモの肝臓を、強制肥育によって肥大化させた高級食材、フォアグラや、稀に鶏のメスどに見られる、白肝も実は、 脂肪肝である。このため、脂肪肝のことを、俗に、フォアグラ状態になっているなどと例えられることもある。世界的に見ると飲酒が原因のアルコール性、脂肪性肝炎が、脂肪肝の典型例である。日本では、女性の重症型アルコール性脂肪性肝炎は、増加傾向にあるのは発泡酒やワインブームの影響と見る場合が、あものの、日本では、 酒の消費量が減少しているにもかかわらず死亡性、患者数は増加している。1991から1998年に宮城県で行われた調査によると死亡肝の頻度は16.6%から32.6%と7年間で2倍に増加した。死亡肝の原因は様々だが、非進行性、可逆的変化であるため原因を除去すると正常に戻る。 したがって、脂肪肝自体は病気とは捉えられていない。ただし、脂肪肝は肝臓に慢性的に炎症を誘発したり、肝機能障害を生じさせることがあり、放置すると不可逆的な病変である、肝硬変や肝臓癌の原因ともなる。特に、日本における脂肪肝のうち日アルコール性脂肪性肝炎は、成人検診受診者の約三十パーセント、男性約四十パーセント。 女性約17%が罹患しているとされる。日本人は、県役遺伝子として知られる変異型 β、アドレンルジックレセプター、TRP64 アグアの保有率が高く、TRP64 にアグアを有している場合の、非アルコール性死亡性肝疾患罹患リディスクは2.4倍に上昇する。この他、プぷラ3の遺伝子多形やコリン欠乏症に関連する。 バル175メット遺伝子だけを有していると、脂肪肝を発症しやすい。脂肪肝自体は病気とは捉えられず軽視されがちである、ものの、肥満、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病と密接に、関係して発生する場合もある。一方で、人間ドック受診者のうち BMI25 以下の、非肥,肥満でかつ肝機能検査で、ALT、GPT や ARP、AR ゴットに何らかの異常値を認めない群からも死亡肝の所見を有する人が30%程度いるとの報告がある。また、長期の糖尿病患者では気づかぬうちに死亡肝から肝硬変に進展することもある。なお、過剰栄養によって死亡肝となることがある一方で、飢餓状態が長期間継続した場合も死亡肝になる場合があることも知られている。 脂肪蓄積が進行すると肝細胞は徐々に繊維化していく。繊維化のステージは下記のように分類される。いくつかの検査と問診により診断を行う。B 型肝炎ウイルス、HBS 抗原、C 型肝炎ウイルス、HVC 抗体、各種自己抗体、自己免疫性肝炎などの検査を行い、原疾患の鑑別を行う。アラニンアミノキテンイコ素。 ALT やアスパラギン酸ア網の起点異酵素、AST の血液検査の結果だけで、死亡肝,肝炎が原因となる。死亡肝では、ALT、AST が時に、時に100、U、L を超える高値になるのに対して、非アルコール性死亡肝では、ALT、AST の上昇程度は小さい。また、非アルコール性死亡性肝炎。 ナッシュでは肝細胞の繊維化が進行して正常な肝細胞が少なくなると ALT や AST の値はむしろ低下するためである。総合南東北病院資料より引用。肝生研にての病理組織所見は決定される。基本的には肝細胞の死亡変性が認められる。観察者の判断祭や施設肝祭の提言のため、下記表によるスコアリングによる病理診断、なぜ ナファルドアクティビティスコアが行われることがある。さらに、下記用の詩の診断基準を併用することがある。以上1、または2、を満たす場合、ナッシュと定義する。炭水化物や糖分はグルコースに分解され、生体活動で消費されるが、余剰分は中性脂肪油に構成され、肝細胞中に蓄積される。砂糖が分解してできる加糖は、量に依存する肝毒性を示す。 加藤は肝臓でのみ代謝される。この理由として、加藤はグルコースに比べ快感率が高く、約10倍も糖化反応に使われやすいため、生体への毒性はグルコースよりもはるかに高い。この毒性を早く消す目的で、肝臓はグルコースよりも加藤を優先的に処理する。加藤は肝臓や骨格筋にインスリン抵抗性を引き起こす。 インスリン抵抗性が生じると、水臓からのインスリン分泌が促される。過剰なインスリンによる高インスリン血症は各種の臓器障害をもたらす。例えば、脂質異常症や肝臓の炎症をもたらす。これとは逆に、例えば虚食症などによって、生体の飢餓状態が長期にわたって続いた場合も、肝細胞内に脂肪が蓄積して、脂肪肝になることがある。 脂肪肝においては、血清フェリチンの増加がしばしば見られ、死亡肝の中でも、ヒアルコール性脂肪性肝炎、ナッシュを含んだヒアルコール性脂肪性肝疾患では、肝組織内の鉄の過剰が肝障害の増悪因子と考えられている。糖アルコールの一種であるイノシトールは、一般にビタミンには分類されないものの、 ビタミンと似たような作用を持ったビタミン様物質の一つとして挙げられる。このイノシトールの作用の一つとして、脂肪肝になりにくくする作用も存在すると言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。